エースは眠れない。これからの行動だが、一度鉱山以外の場所を攻撃しようと思う。例えばどこよ。北部なんて鉱山ばっかりじゃない。帝国軍に占領された港は警備が厳重で攻められないだろうね。ティトレイス山にある帝国軍の通信基地を狙う。通信基地ですか。俺が発見したあそこか。帝国軍の通信を中継する山岳部の拠点だな。小規模な拠点だが、ここを叩けば帝国軍の情報伝達を妨害できる。私たちが攻めるには手頃な規模じゃないですか。目立ちませんし。そりゃ目立たないだろうよ。キトレイスさんは一年中雪が積もってるんだからね。雪。どうした、イムカ。顔色が冴えないが。何でもない。ない。舞台の荷物はこれだけか。毛布は余っていない。これでは寒さをしのげない。ここにもない毛布。余っている毛布ない。暑い夏だから当然か。Thank you.
体調は悪くない。外さない。手応えはない。敵、外さない。お前は運がない。敵撃破。知恵で勝負しないとね。敵撃破。そこね。やったわ。逃がしはしない。お前は運がない。敵発見。敵がいる。悪く思うな。悪く思うな。敵撃破。敵発見。敵発見。そこだ。敵撃破。外さない。当てる。敵撃破。止めた。消える。そこね。やったわ。大丈夫。頭は冴えてるわ。当たって。敵撃破。当たって。やったわ。雪は見たくない。楽勝でしたね。早く山を降りよう。もうここに用はない。ちょっと待ってください。この舞台は物資が不足がちじゃありません？どうせならこの基地の備蓄物資をもらっていきませんか？ただだし。そんな時間はない。いや、
カリサの言うことは間違っちゃいないよ。小さい基地ですが、物資の蓄えはあるし、倉庫も無傷のようです。いただけるものはいただいちゃいましょう。確かに物資は欲しい。回収していくか。計算は明日になる。夜は滑落の危険性がある。下山は明日の朝だな。心配するな。ここの倉庫にある防寒具は好きなだけ使っていいぞ。そういう問題じゃない。毛布は大量にあったな。あれならイムカも寒くないだろう。誰だ？すまない。どうした？まだ毛布が足りないのか？毛布があっても眠れない。え？お前のせいだ。俺のせいって？戦闘の疲れを残したくない。おい、私は問題ない。問題ないって寒くない。ま、いいか。ところでイムカ、俺のせいってどういう意味だ？寝てしまったのか。仕方がないな。切る前に出て行かねばならない。みっともない。イムカはもう起きたのか。これは…逃がさないわよ、イムカ。一晩何をしてたの？自分は何もしていない。じゃあクルトが何かしたの？どっちも何もしてない。じゃあなんで逃げるのよ。寒いから走っているだけだ。他に理由はない。走りながらでもいいわ。ちゃんと説明して。逃がせないから。うわぁ、振り切れない。今朝の運動は激しいな。